結局、草数が多いから、こうやってね、一房一房の大きさをある程度にとどめるということになると思いますが、わお、これね、ダメ。あ、そうか、二つ房がついとったのか。こっちだけにしようか。ね、これジベレリンかかってねえかもわからん。見落として。ねえ。長いな。長いな。長いな。これ切ります。あまり身の止まりが良くないからね。長い、粒の少ない房。これかわいそうだね、これ。ここにもあるんだから、これを落としましょうよ。ね。これもね、これもね、これ落とそうか。ね、坂数多いからいいよね。長いですね。止めましょうか。これもね、長すぎると思うよ、これ。ほれ。ねえ、よいしょ。よいしょ。大きい房にするとね、木が疲れるんですよ。ねえ。この房。どっち向いてるの？で、貧弱同士。こっちも貧弱同士。片方に一個にしようか。合ってないよね。房数多いし、落とそうじゃないかと。これ、落としましょう。ね。日陰作るでな、日陰作るからね。今これ落としましたよね。この枝カットしました。この枝は、それからこれもね、貧弱な枝なのに、これも貧弱なので房を小さくということでいきます。ねえ、これぶるいしているので同じ枝からやらしい。これを落としましょう。こっちの方が元気よく育ってください。ということですね。これ、長い。
これ大した枝じゃないですよね。さあ小ぶりに行きましょうか。これこの枝から2つ、この枝から2つ。枝はしっかりしているので、育てます。はい、これもね、花ぶるいするかも分かりませんけど、まあ様子見てね、1週間後についてるかついてねえか、へえ、もっとねお日様当たるように葉っぱを上向いてくださいよ。はい、この葉っぱも上向いてください。この葉っぱも、はい、上向いてください。はい、これもね、うん、あとはね、これは、はい、どうぞ、こちらへどうぞ。はい、これ流そう、これ流そう。でも2回目のジベレリンをのことも考えると、こっちで買っただね。2回目のジベレリン、他の草に追いつくようにしようと思うとね、これ少し長いよね。1段落とします。はい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 、これね、よいしょ、わお、顔まで向けちゃったよ。だこれ長さが分かんねえ、ね、これもね、他の粒が大きくなるからね、という考え方でいきます。うん、これもさっき見たよね、取ったとこだけどね、長いよこれ。それからこっち、これね、まだ伸び方が遅れてるね。はい、小さくして成長早く、あ、ついてきてください。これは、下の方止めましょう。まあ、大体こんな感じです。ね、こんな感じです。